ティーブン・ウィリアム・ハンセンは、ニュージーランドのラグビー指導者。ラグビーニュージーランド代表元ヘッドコーチ。現在ジャパンラグビーリーグワントヨタベルブリッツのディレクターオブラグビーを務めている。スティーブ・ハンセン・ダニーデン生まれ。タイエリカレッジ、クライストチャーチボーイズハイスクール卒。現役時代のポジションは、センター、フルバック。カンタベリー州代表選手として15年間の競技生活を送るもラグビーニュージーランド代表に招集された経歴はなく、指導者としてのキャリアが長い。1990年にフランスのラグビークラブ、ラロシェルにコーチとして1年間在籍。プロラグビーコーチ転身前は、ニュージーランド警察に所属する警察官であった。そのためメディアでは、元警察官のハンセンと紹介されることが多い。プロラグビーコーチ転身後は、王立ニュージーランド警察学院臨時コーチ、国際ラグビーアカデミー特別教官を歴任。1997年、ロビー・ディーンズのアシスタントとして、カンタベリー州代表アシスタントコーチに就任。当初は、バックス担当コーチ、その後フォワード担当コーチを務める。2000年からは、クルセイダーズヘッドコーチを兼任するディーンズのアシスタントを2シーズン務める。同年、ジュニアオールブラックスヨーロッパ遠征アシスタントコーチに就任。2001年、グラハム・ヘンリーラグビーウェールズ代表ヘッドコーチの要請を受けウェールズ代表アシスタントコーチに就任。2002年シーズンから3年契約でカンタベリー州代表ヘッドコーチに内定していたが、2002年2月、ヘンリーの退任に伴いウェールズ代表ヘッドコーチに昇格。シックスネーションズ2002は5戦1勝4負、対イングランド戦では10対50と大敗。当初はシックスネーションズ終了時までの短期契約であったが、同年4月、ウェールズラグビー協会と2003-2004シーズンまでの契約延長に合意。しかし翌年のシックスネーションズ2003では5戦5負、親善試合を含め11連敗を記録。ラグビーワールドカップ2003では4戦3勝1負で予選プール2位通過、決勝トーナメントへ進出するも準々決勝対イングランド戦で敗北。2003年11月、シックスネーションズ2004終了後の退任を発表。シックスネーションズ2004は5戦2勝3負。2004年6月、ウェール代表ヘッドコーチを退任。ウェールズ代表での通算成績は31戦11勝20負。2004年、ヘンリーのニュージーランド代表ヘッドコーチ就任に伴い、アシスタントコーチに就任。ニュージーランド代表は、順調に戦歴を重ねラグビーワールドカップ2007では、予選プール4戦4勝で1位通過するも、決勝トーナメント準々決勝対フランス戦で敗北。同年12月、ヘンリーの留任が決定しハンセンもアシスタントコーチ職に留まる。2009年、ロビー・ディーンズのラグビーオーストラリア代表ヘッドコーチ就任に伴い、空席となったクルセイダーズヘッドコーチ就任が噂されたが、NZRUはクラブチームと代表チームの兼任を認めず、クルセイダーズヘッドコーチにはトッド・ブラックアダーが就任。ラグビーワールドカップ2011で24年ぶりにニュージーランド代表が優勝。同年11月1日、ヘンリーのオールブラックスヘッドコーチ優待が発表される。ヘンリーからの強い推薦もあり、同年12月16日、NZRUはハンセンをオールブラックスヘッドコーチ職へ昇格させる人事案を発表した。ジョン・ハート、グラハム・ヘンリーに続き3人目となる。オールブラックス選出経験のないヘッドコーチに就任。シーズン前哨戦となるスタインラガーシリーズを3戦3勝で飾り、ラグビーチャンピオンシップ6戦6勝で優勝、ブレディスローカップ優勝、北半球遠征ツアー5戦3勝1分1負でシーズンを終える。IRB年間最優秀監督賞を受賞。2013年4月、NZRUとラグビーワールドカップ2015終了までの契約延長に合意。シーズン前哨戦となるスタインラガーシリーズを3戦3勝、ラグビーチャンピオンシップ6戦6勝で優勝、ブレディスローカップ優勝。北半球遠征ツアー4戦全勝と1試合も落とすことなくシーズンを終える。この年のニュージーランド女王誕生日に、女王よりニュージーランドメリット勲章が授与された。IRB年間最優秀監督賞を受賞。スタインラガーシリーズを3戦3勝で終え、ラグビーチャンピオンシップ初戦を迎えるも、12-12で引き分けとなり、18試合連勝記録が途切れる。対南アフリカ代表戦では25-27で敗北し、22試合ぶりの負けを記録。ラグビーチャンピオンシップは6戦4勝1分1分で優勝。ブレディスローカップの防衛に成功し、北半球遠征では4戦4勝でシーズンを終える。オールブラックスヘッドコーチ就任3シーズン42戦38勝の成績が評価され、同年12月にNZRUと2017年シーズンまでの契約延長に合意。ワールドラグビー年間最優秀監督賞を受賞。ニュージーランド代表初となるサモア遠征を行い、25-16で快勝。ラグビーワールドカップ2015では、予選プールから全勝で、決勝戦へ進出。最大のライバルチームであるオーストラリア代表に34-17で勝利し2大会連続のワールドカップ制覇を達成。このシーズンは12戦11勝1負。ブレディスローカップの13期連続防衛に成功。2012年のオールブラックスヘッドコーチ就任から57戦52勝の成績が評価され、ニュージーランドラグビー協会と2019年 W 杯終了までの契約延長に合意。ヘンリー・ハンセン体制で代表チームを支えてきたベテラン選手がチームから引退し、2019ワット杯を見据えた。新チーム体制を発足させた。新チームが発足してもニュージーランド代表の快進撃は止まらず、ウェールズ代表のニュージーランド訪問ツアーでは3戦3勝、ラグビーチャンピオンシップでは6戦6勝で優勝、北半球遠征、イタリア・フランスではアイルランド代表に敗北し18戦連続勝利が途絶える。ブレディスローカップの14期連続防衛にも成功。ワールドラグビー年間最優秀監督賞を受賞。今シーズンのニュージーランド代表は10戦9勝1敗の成績を残しブレディスローカップ16期連続防衛に成功。北半球遠征では日本代表、イングランド代表、イタリア代表に勝利するもアイルランド代表には2敗目。この年の暮れに2019年 W 杯終了後にニュージーランド代表ヘッドコーチを退任すると発表。ラグビー W2019 杯開催のこの年、ザ・ラグビーチャンピオンシップは4戦2勝1分1負。対オーストラリア代表戦で1勝1負の試合規定からブレディスローカップの17期連続防衛に成功。対南アフリカ代表戦では1994年シーズン以来の引き分け試合となる。同年4月、ラグビー W 杯2019終了後に、トヨタ自動車、ベルブリッツディレクターオブラグビーに就任する予定と、報道される。同年9月には、ニュージーランド代表の合宿地である、大分県別府市で、別府署の1日署長を務めた。20年ぶりに制帽を手にして、滅多にできない経験、敬意を持って務める、と語った。2019年12月2日付で、トヨタ自動車、ベルブリッツドア正式就任が発表された。2019年度新入団スタッフのお知らせ。ありがとうございます。